はいパーフェクフローラー講座模擬講義と題しまして、えー、私の方で約1時間半程度ガイダンスの方をしていこうと思います。もう名前の通りですが実際にこのパーフェローラー講座どんな講座で、えー、半コマを受けたらどんな感じになるのかということを実体験をするそれなおかつできればうちに帰ってこんなふうに復習するんだ復習あとこれぐらい時間かかるんだということまで実感していってください。レジュメの方が出ていると思います。レジュメが1つと,あとペラが1枚出ていると思います。 レジュメののの方方と便宜こちらの方ペ板書と呼んでいきます、まあ、番書しばらく使いませんので横に置いて,おいてくださいでまずレジュメの方ですが見開けてもらいまして1ページの方をお願いします、えー、パーフェクトロナード講座模擬講義図表を使って知識を整理しながらしっかりとしたインプットをもう結局知識入れてる人間には勝てないんですよあのいかに問題数をやっているかそれよりも 頭の中に入っている知識量には絶対勝てないんですしっかりインプットをしていくというのがこの講座のコンセプトですただインプットしたくない気持ちは分かりますなぜかって読みたくないんですよ分量が多いんですよそこで考えたのが次のポイント1さらに充実図表で整理された繰り返しやすいオリジナルテキスト図表です 文章にしたものも表にすると圧縮できます圧縮されれば繰り返しができますそして次にもう一個先にポイント3言ってくださいこれが理想ですインプットテキストでアウトプットできれば一番いいんですよでそれを近づけようとその理想に近づけようといろいろと細工を施してますレジュメパラパラめくってやってください 例えばですがめくっていって9ページ9ページ上の方に表があります。論論点結論って書いてますよね。論論点結論一枚ね。絵があって論点結論でありますね。やる作業は論点見て右の結論を自分で一個一個吐き出していく作業です。インプットテキストやっていくと読んでるだけ入ってるかどうかわからない。 でもこういう仕組みにしとけば自分でこれを使ってアウトプットができる自分で吐き出す訓練がテキストへできるんです丸抜問題の問題集を使った場合ってその問題に出たものしか丸抜アウトプットができませんですがこういう形にしとけば網羅的なアウトトプットがでできるんですよこれがこのパフラークトコアダーのテキストの最大の特徴になります。 で次は講義面ですまた一ページの方を見てくださいポイント2合否を分ける分野論点に絞った合格に効くメリハリをつけた講義ちょっと読み上げます小小試験の問題には受験生があればまず間違えてはいけない問題知識がないと二択に追い込まれる問題取れなくてもしょうがない問題があります 2ページ、3ページ見開けて構いません、さっと見てやってください。これ、今年の本試験問題です。この本試験問題、横に正答率の横に空欄、二択、難問と入れてます。空欄、二択、難問と。空欄はどのレベルの方でも取れなきゃいけない。二択、知識がないと二択に追い込まれる。難問、これは無理。 理想は空欄はミスなし。で、二択を半分以上取ること。一応確認です。皆さん目指しているものは基準点ですか合格点ですよね。で、一番の理想は、択一だけで上乗せ取ることです。択一だけで上乗せ取れば、期日は35点でいいんです。考えて、あんな不動産満点取れ,れとは思えないでしょじゃあ考えて。 商業で30点取れるでしょう商業30点取れれば金点35なんだあの不動産5点取れる自信あるか5点ならあるだろそれでいいんだよ卓一で上乗せを取っちゃってもう期日はどっちかでフルに行くもうどっちかはもう5点でいいと目指すは確実な合格です出題者が錯誤に陥っているような問題 が来たとしても、それでも確実に取りに行く。それを目指して、もう択一で、上乗せ八を取りに行きましょう。そのために、私は、こう二択になるようなものを、中心に説明をします。例えば、商業登記の、講義で言うと、まあ、商業登記期日編と卓一編があるんですが。商業登記の期日編、あ、つまり、一編、択一編で説明する内容は。 持ち分会社特例有限一般社団印鑑登記機関登録免許税普通だったらやりたくねえというところですやりたくないけど出たら差がついちゃうとテキストはちゃんと全部網羅します。ただ講義としては自分でやりづらいところを中心にやっていきます で今回それを一つやっていこうと思うんです会社法にしましたあえてここを選びました4ページ以降ですいやもうなんか快感を得るんだったらねこんなところ選びませんよあの受講生がやった感を選ぶんだったら私たち機関とかしますよ計算にしましたここって普段自分じゃやりたくないですよねなんでそのやりたくないところをどんな風に抗議するのかというのを聞いて,てください よし、じゃあ行きましょう。4ページ。1、えーと、計算。1、計算書類の概要。図表1、それぞれの書類の概要とあります。1番、会計帳簿。これが日々の帳簿。日々の帳簿と思ってください。これは会社に限らず、商人であれば作らなきゃいけない日々の帳簿。いくら入ってきて、いくら出したというのは、これが会計帳簿だって。日々の帳簿ね。 でこれ1年終わったら作んなきゃいけない書類があります。それが2番、計算書類。1と違うかね、会計帳簿と計算書類は違うかね。で、計算書類、こちら全部で4つあります。1、貸借対象表、損益計算書、株資本等変動計算書、個別中期表。 貸借対,対象表はざっくりでいいからイメージを持てるようにして具体的に言うと次のページ5ページの方の図を見てくださいこちらが貸借対象表のイメージ図になっていますまあ実際のものかなでちょっとこれ画面の方よろしいでしょうか貸借対,対象表あまずここだこの一番上の数字何日現在って書いてあります ある時点の会社の資産状態、ある時点の会社の資産状態を示すものです。ある時点ね。でね、この貸借対照表は大きく分けて、大きく分けて、左と右に分かれます。左と右に分かれます。左はね、 1> 左1番目のタイトル、左1番目のタイトル、こちらの方に、1番目のタイトルに、資産の部って書いてます、資産の部。皆さんが、こちら企業さんに見る総資産、総資産っていう数字はこうです、総資産。この左側は、今、会社が持ってる財産一覧です。今会社が持ってる財産の一覧です。 で、その上で、ちょっと画面を一緒にお願いします。これね。どこから金を手に入れて、それが今、どういう形になってるか。どっから金を手に入れて、どういう形になってるか。それを表すのが、貸借対照表です。どっからお金を手に入れて、今、どういう形になってるか。例えば、どういう形になってるかの一番上の方に、流動資産。 現金預金預ってて書いてますね今、現金、預金でどれぐらい残っているとか、真ん中下あたり、固定資産、有形固定資産、建物とかありますよね。建物で、えー、今、建物いくつか持っていて、価値がこんだけありますよってなってるわけです。まず左側を見ると、今、この会社がどんな財産を持ってるかは分かります。そこまでかな。じゃあ、今度は右側です。で、右側がね、 さらにこれ、2つに分かれるんです。ちょっとね、意地かぶっちゃうんですが、こ,このあたり、ちょっと小さい字にしたほうがいい小さいやつにしたほうがいいここ、ここで1回切れます。純資産の部って見つかるでしょうか、純資産の部。これね、ここに純資産の部ってありますね。簡易手続き聞きますよね、純資産って字。 それはこの数字、ね。で、上が、負債の部、負債の部。あの、会計の方に言われると怒られるレベルで言いますと、すんごいざっくり言うと、借りてきたお金、株主からもらった金。借りて、借りてきたお金、株主からもらった金。 会社がどのようにお金を手に入れて、そしてそれが今どういう形で残っているか、それを示すのが対策対象表です。超ざっくり言うと、かなり期間ねん、こっちが300あったとして、300、300万あったとして、右の方が250と50ってあんまり良くないよね。300あったとしても、 これ借金対数ってことなんですこれ持ったやつはキリがないんでざっくり言いますこの対借対象表は会社の健康状態を表します会社の健康状態を表しますこれを定期的に作らなきゃいけないんですはい、これが対借対象表という書類です 他にも作るものがあります。ページをめくりましょう。この6ページえ。損益計算書サンプルとあります。損益計算書。はい。で、これは一番左上、売上高って書いてません。売上高。 この売上高からそこから、ね、いっぱい載っているんですね。経費を差引きているんです。経費を差引きているんです。今年1年間どんだけ売り上げてどんだけ経費が出たかというのを出すんです。売上と経費を差引けばその年は損益損だったか益だったかわかる。損だったか益だったかわかる。ある意味これは1年の成績表です。 1> 1年間の成績表です会社はこういった健康状態を表す書類成績表の書類を作る必要がありますレジュメの方4ページの方戻ってやってくださいちょっと待ちましょうか。 じゃあ次、3段目。株の資本等変動計算書。特にこれだけ忘れて、資本変動、資本変動って言葉。株の資本等変動計算書、資本変動。1年間の資本の移り変わり。1年間の資本の移り変わり。はじめ1億でした、1億5000、2億、最終的に3億でしたと。1年間の履歴です。資本の履歴です。 で最後、個別中期表とありますで。これは注意書きをまとめていると思うんです注意書き注意書きをまとめた表、これが個別注意記表ということでえちょっと,、えー、とスパルタにな,なって申し訳ないんですが計算書類と言われて今までぽーって覚えていると思うんで今4つ覚えてください計算書類といったら4つ。 対,借対象表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別中期表。まあ最後2つは一言一個同じじゃなくていいからね。一言一個同じじゃなくていいですよ。こんなの作ってるんだなと。で、その下、今度は丸三番。事業報告。名前にとり、レポートです。1年間の事業内容のレポートです。どこに支社を作ったかとかね。 素直と書いていくレポートです。あの、もしよかったら皆さん上場企業で知ってる企業名と事業報告ってね、スマホで検索してみて。そしたらね、その1年間、とりあ何やったかっていうね、結構分厚い、かなり分厚い PDF が出てくるから。1年間のレポート。うん、4五6は捨てちゃっていい。456は捨てちゃっていい。カッコでももしくは罰でも構わない。 で右のページ、えっと、右の7ページの方まで進めてください。えー、図表の後、会社が作成する計算書関連の書類と書いています。上と下の段があります。下の段は括弧で結構です。下の段、作成することができるものは括弧で結構です。上の方をしっかり見てください。 はい,いきます作成しなければいけないもの作らなきゃいけないもの株式会社会計帳簿繰り返しますこれは商人であれば誰でも作んなきゃいけない企業であれば誰でも作んなきゃいけないのは会計帳簿で2計算書類4つ年、ね、計算書類では4つ年貸借対象表損益計算書株主の変動計算書個別中期表でもう1個最後は事業報告ここまで作る必要がある 行ってくださいこれが合同会社になると多少変わってくるんですどう違ってると思う合同会社事業報告がないのね事業報告がないのね大規模ではない合同会社の事業は大規模ではないのでレポートまで作る必要はない合同会社内輪だけでやってるレポートまで作る必要はない まあもっと一こ枚、事業報告は投資家に対する報告なんですよ。合同会社って社員が投資家です。社員が投資家なので投資家に向けたレポートはいらないはず。社員が投資家なんだから。はいで、その横、合名合資になると。 もっと短縮してるんです。しっかり読んでやって。合名合社と。会計帳簿と、貸借対象表なんです。計算書類全部じゃないんです。貸借対象表だけ。え合名合資最大の特徴は何無限責任社員がいることです。債権者は無限を当てにしてます。会社財産は当てにしてません。 会社財産は当てにしていませんだから作る書類もえこちら義務が減るんです会社財産は当てにしていない はい、これをお願いししまょう作る義務が分かりましたで。今度は次の、次の表です。保存すべき書類と保存期間。実はね、一生がじゃありません。ある程度保存する必要があります。1、こんな4文字でいいよ、初め4文字。会計帳簿。会計帳簿はどれぐらいと。横、保存期間。会計帳簿、閉鎖の時から10年間。 これね、税務の書類と税金処理だって7年なんだけどね税金処理7年だけどそういう7年より若干長いんです2株式会社の計算書類付属明細書モチ部の計算書類作成から10年若干上下違いますけど10年って数字は同じですよね10年って数字は同じですね4から下は捨てて結構です4から下は捨てて結構です あちなみに捨てて結構なのに載せる理由っていうのはね、これ載せないとね、目立てるやつが言うんですよ。他にも書類があるのにこれ載ってない、網羅数がない、クッ <laughs> こう言われるから載せるんですよ。なので、あんまりそのたり気にしないでください。では、ページは8ページ以降になります。2番のタイトルをお願いします。 計算書類の監査、承認手続き、備え置き、閲覧、最後、広告。すごいざっくり言いますね。一番左から行くと、まずは書いてませんが、計算書類を作ります。作った後に、監査を入ります。チェックをしてもらう。で、その後、承認手続きってあって、基本的には決議です。決議。 株主総会の決議で承認、作った扱いになります。株主総会の承認決議で、作った扱いになるで横、作ったものは備え置き、そして閲覧できるようにしておく、で最後、広告、聞いたことあります決算広告ってやつ、決算広告。 誰でも見れるようにすると。では図表7計算書類の監査手続きまずはチェックのとこです。一番上監査役設置会社監査役の監査を受ける次会計監査人設置会社横書いてますが違いを教えて。 左右の違いを教えて。そこだけ覚えていい。見つかったでしょうか。違いはズバリ。ここです。会計監査のチェックです。 会計監査の仕事は何計算処理のチェックですよね。事業レポート見るのはお仕事じゃありませんね。事業レポート見るのはお仕事じゃありませんね。ちなみに監査役の仕事は監査役っていうのは会計監査とこれじゃあ業務監査ありますよね。だから事業報告も見る必要があるんですよ。表にしておけば覚えるところがあります。左は会計監査はチェックする。右は見ない。 次の段取締役会設置でいけるかな取締役会も監査をする機関だからね取締役会も監査をする機関です両方に入ってますね両方に入ってますね両方チェックするってこと両方チェックするってことねよし じゃあ次図表8計算書類承認手続き次は株主の OK をもらうとこ行きます。で見づらくんですが基本軸がここだと思って基本軸はこここここれが基本と思っているこれが基本で右と左は応用と思っている右と左は修正と思っているまず真ん中をしっかり覚えて右と左の修正部分をしえ便宜覚えててください随時覚えてくださいよし。 じゃあまず真ん中タイトルどうでもいい基本と思ってえこちら計算書類の一部と書いてますが、まあ、計算書類で結構です計算書類で結構です上は計算書類下が事業報告じゃあ上から行くよ計算書類株主総会承認により確定承認ってのは承認決議って思って承認決議って思って。 で字をなれてて確定っていうのは作ることを意味します法律上作ったことを確定と言います。法律上作ったことを確定と言います。株主総会承認決議があって作ったことになる。そしてその下、定時株主総会招集通知に提供を要する。 何を言ってるかやら出してください。皆さん株主だと思って聞いてください。はい。皆さん株主、皆さんこんにちは。はい。今からね、800ページほどページがまえっ、ー、と、どんどん資料が上がりますね。上がりましたできましたえー、その資料の中に皆さん、例えば、えっ、ー、と、今回のレジュメだと、何ページだ ?5 ページあたりがありますけど、5ページの対策対象表を見てください。で、今からこれは単身型のチェックをしてもらいたいと思います。えー、時間はだいたい15秒。15秒取りたいと思いますね。15秒でこれは単身型がお願いします。どう思うもっと前に見せてくれと。 もっと前に見せてくれって思うので「招集通知につけなさい」ってこと。「招集通知につけて株主の OK をもらいなさい」「招集通知につけて株主総会で OK をもらいなさい」と。ですから場合によってはね こちらの方貸借対,対象表よろしいでしょうかとすいませんこれ数字おかしいと思いますよえどういうことですかこの数字足したらこうなりませんそうでしたねこういう形で承認が通らないっていう事態が、まあ、昔とある上場企業で本当になったんです <laughs> 本当にあったんですよ通らないってことがありえるんですねじゃあ今度スタンダーきましょう事業報告ちょっとまずここ意識して事業報告ですが2段目 株主総会で報告って字。報告ってところ。確定じゃなくて報告。えっ、ー、と、株主の皆さん今年のレポートがそちらに配られてます。えっ、ー、と、3月に視点を作りました。認めないぞいや、認めないって言われて作ったんです。認めないぞえっ、ー、と、5月に新商品を販売しました。認めないぞいや、認めないって言って、やったんですよと。これは決議を取る内容じゃありません。単に報告するだけ。 決決議議じじゃゃななない、報告だけ決議じゃない、報報告告だだけ、けんです。ただいきなり報告書見,す見せられても困りますのでこれも下の段株主総会招集通知に提供を要するこの点同じ事前に提供をしてもらってで報告を事前に行うと。 ででまた丸かかかつけないでしょうか下から3段目事業報告取締役会の決議で確定取締役会で確定しますよとよろしいでしょうかねちょっと見ないで答えてくださいどこで確定するか言って計算書類はどこ計算書類は株主総会で確定ね事業報告は 取締役から確定で、株主総会は報告するだけ。招集通知につける、つけないの結論はこれ、基本両方と招集通知にはつけなさいと。よろしいでしょうか。覚えるべきポイント分かってきましたかね確定するところ、報告のところ、招集通知につけるところね。では、今度、右の欄。 取締役会設置会社でここ意識して会計監査人設置会社ここだけ会計監査人設置会社違うのは一番上だけ一定の場合取締役会の承認より確定取締役会の承認で確定あのちょっと以上聞いてくださいね、えー、と会計監査人ってどういう資格持ってるでしょ 会会計計私は会計士です全部これチェックは終わりました。はい。全部やってます。はい。では皆さん、株主の皆さん、貸借対象言ってますね。電卓の方は皆さん渡してるのか。じゃあ、電卓でチェックしましょう。よーい、スタートなんて思うプロ見てんやろと。プロ見てんなら言えやんかと。っていうことで、見てやって。これ一定の場合、これどうでもいい。一定の場合、どうでもいい。取締役会で、 確確定定すするるってこと取締役下で確定するプロが見てるから承認決議はいらないプロが見てるから承認決議はいらんだろうとあとは同じねあとは同じ。 では今度表の一番左側、取締役会設置会社でない株式会社と、これは真ん中と左、何が違ってくるのと、ちょっと早いかなざっくりとここよ、ここがない。 え、これはね、順々にやっていったら分かったんですが、ちょっとね、あの、先取りしちゃって申し訳ないんです。やらせてください。えっと、株主総会の招集手続き、公開何週間前非公開は非設置は公開2、非公開1、非設置はさらに短縮。招集通知、紙を作る必要があるかどうか、設置、非設置。設置は紙の必要がある。非設置はない。実は、 公開、非公開、非設置のため、なる順に、招集手続きはずさんになります。招集手続きはずさん、あ、ゆるくなります。招集手続きはゆるくなります。非設置はここもゆるいんです。非設置は、招集手続き、ここもゆるくなるんです。 よろしいでしょうかね。くどくなっても忘れがないんですけど、もう一回だけ教えてください。会計監査人設置会社だと何が変わるのこちらですが、確定時代が取締役会でもいいと。非設置だと何がかかるの招集通知につけなくていいと。そういうふうに覚えていけばいいのね。 一言一句こだわんなくていいんだからね一言一句こだわらなくていいんだからねはいじゃあここまででえこちら監査が入って確定するっていうところまではここまでですじゃあ次のページ9ページの方の こちら図を見てくださいまず左側の絵を見てください会社があってその下本店支店に計算書類等を置くそして下一定の方がこれを閲覧見ていくこの話をこれからしようと思いますでその前にちょっとだけ泣き言を言わせてください あのね、今回ね地獄のように頑張って作ってる書類作ってるページがねこういうとこなんですあのね、表とかやってられても一体私は何,どこの何を勉強してるのかよくわからないと。文字だけ言われても困ると。困るじゃないんだけどね。<laughs> なのでじゃあ絵を入れたら分かりやすくなるんじゃないかと。って思ってあ,のあえて分かりづらいところはちょっとこういった絵を差し込むことにしました。まあ絵心ない絵でも申し訳ないんですけどそれでもね絵がちょっとあるだけでもこういうことやってんだろうなっていったざっくり感が分かるんですよ。でそれがあると論点って入りやすいんです。 初試験で嫌なのはここれが丸これがこれ丸が丸も俺はそもそも何のバ×を勉強してるんだろうと。これが一番嫌なところなんですねで。そういうことはできるだけ避けるようにできるだけイメージを持てるところはイメージ持てるような絵をふんだんに入れています。よし。じゃあそのところで今対応はよろしいでしょうか。じゃあ右側の論点と結論見ていきます。 上から3段目は括弧で結構です上から三段目は確保で結構です備え置く書類は計算書類必要そして次も違うで事業報告も置く必要があるからね事業報告もあるからね次備え置き期間 えっとね、上が本店、下が支店、支店は捨てて、もうここまでだとキリがない、支店は捨てちゃって、本店までは覚えて、こちらですが、定時総会1週間の日から5年、提総会2週間の前から5年と、1と2という数字が違うと、おそらくね、招集通知と連動してるはずなんです、招集通知の期間と連動してるはずなんですけどね、だったらこれ、公開、非公開で分けてほしい。 公開非公開で分けるんだったらちょうどきりじゃないですか設置非設置で分けてるんですよこれそれはすごく悔しいところですでも消臭ツイスの連動性はあるというふうにやっぱり書いてありますなんで12から5年間次閲覧請求権者閲覧請求権者これは株主可能債権者可能親会社社員 これは可可能だけど許可がいる。これが閲覧の基本形です。閲覧の基本形は株主債権者親会社社員。親会社員が見るときは許可がいる。つまりこれ、親会社員ってのは親会社の従業員じゃなくて親会社の投資家ね親会社に投資した人ね。従業員じゃないからね。あの親会社に投資した人が何で見るのと。親会社が見ればいいじゃんと。 何で見たいか事情を聞きます親会社の投資家がなんで見るのと親会社の投資家がなんで見るのとはいありがとうございますでちなみにこれ今何を見る話を見てるんだっけ何の閲覧、えっと計算書類と事業報告ね計算書類と事業報告ね じゃあ、このページを見てくれるレジメの4ページ、図表の2。レジメの4ページ、図表の2。タイトルをお願いします。会計帳簿の閲覧ができる人。もういいね。計算書類と会計帳簿は違うよね。で、聞いていい。会計帳簿は何を載ってんの日々の取引が載ってるんだ。 の取引を乗ってんだこれって見せていいかどうかって言ったらどう思います企業秘密バリバリやってますよ。これは見せちゃあかん。これは見せちゃあかん。どうと取引してるかいくらで売ったかそれまで分かっちゃう。これは見せちゃあかん。こちら、丸四番見て株主、見れるんだけど補足を見てください。 少数株主権なんです。総株主の議決権の100分の3以上を有する。または発行済みの100分の3以上を有する株式を有すること。少数株主、100分の3がいる。これ分かればいい。100分の3がいる。見せていいものじゃない。少数株主権だということね。 前後しててごめんね1 2 3見て会計参与監査役会計監査人彼らはお仕事だから見なきゃまずい彼らはお仕事だから見なきゃまずい。 結構、わうわわ言ってましたんであの会計帳簿と計算書類の違いはもう大体分かってきたでしょうか。で、あのいつも、ね、安定なのが丸五番です。この子安定です。安定です。親会社社員、もういつも許可。彼は安定です。では最後、決算広告というのを見てもいいと思います。決算広告、9ページの方お願いします。 はい、で決算、えー、と図表10、貸借対,対象表等の工具いわゆる決算広告とやつです。えっ、ー、とね、一番右側見てください、一番右。大会社でない株式会社。広告方法が官報または日刊新聞、貸借対象表、用紙を広告。右側、広告方法が電子広告、全文を広告。覚えるのは、用紙か全文か。 用紙か全文か。えっと、新聞媒体。新聞媒体が、えこちら、広告法の場合。これは用紙でいいと言ってます。なんで用紙かっていうとね。ごめんね。また行ったら来たで。レジュメ5ページ開けてもらっていいレジュメ5ページ。これ、全文ね。 え、これ新聞載せたらいくら取られると思うこんなの。このページ丸々載せたらいくら掲載量取られるよと。なので、こちらについてはね、ざっくり言うとね、ざっくり言うと、まあ、ちょっとお、ざっくりすぎるんですね。ざっくりとね、ここのところの、ここね、流動資産合計とか。 固定資産合計とかね、この合計部分、合計部分だけ載せる。合計部分だけ載せる。レジじめの5ページの方ね、こちらの方の別にざっくり分かるようね、合計部分だけ載せると。これが用紙ってもって、細かいとこじゃなくて合計だけ載せると。合計だけ載せる。よろしいでしょうかえ。ちなみになんであの、 んで用紙でいいって言うんだっけ掲載量がかかるからですよね。ネット媒体なら構わないよね。全部載せちゃって。ってことで戻ってみてください。9ページの方ですが、右側。大会社にない株式会社。広告号は電子広告。全文を広告。全文でいいということ。覚えたところが、用紙か全文かってことね。用紙か全文か これは媒体で変わってくるってことでは今度この縦線の左側大会社ってやつ見てください大会社の場合広告方法は官報または日刊新聞広報は電子広告貸借対照表要証広告全文広告それは同じその下 損益計算書。売上から経費を引くってやつね。売上から経費を引くってやつ。あれまで載せる必要があります。大会社だと損益計算書まで載せる必要がある。 そして最後、令和4年に聞かれた論点が一番下のバツです。事業報告は広告しないと。あの、もしよかったら本当にネットで調べてみて、自分の企業知る、知る、あの、有名な企業で事業報告って、あの、PDF のページはとんでもない枚数になるから、用心と用心とこれの話じゃないから。なんで、これ載せたらキリがないと。載せたらキリがない。で、じゃもう試験を超えた話をさせて。 試験を超えてますがあの、一般的に上場してる企業は、上場する企業はね、上場の縛りとして、そういったえ事業報告を PDF かなんかでネットで上げる義務があります。でも、それは会社法とは関係ないんで、会社法とは関係ないんで、今回省略します。会社法の中では事業報告は広告に出さないと。以上が、まず、計算書類関係、書類関係のルールというところになります。 10ページから相当反射は変わってきます。10ページの方を開けてください。10ページタイトル、3番、資本金の額と載ってまして、ちょっとパラパラめくっていきまして、えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、3番、カッコ1、資本金。えっ、ー、と、12ページ、カッコ3、12ページ、カッコ3。えっ、ー、と、準備金。14ページ、一番上、4番。 常余金とこういった3つの話をこれからいしようと思いますえっとお配りする板商裏面の方を見てくださいお配りする板商裏面の方を見てくださいあの色がちょっと消えてしまったんでこれ色付きにしましたタンスのつもりですタンス会社はね入ってきたお金を3つの棚に入れます あ、さっき言ってきますよ。本当にこういう棚があるわけじゃありませんがね。こういう棚があるわけじゃないんですよ。あくまでもデフォルメですからね。あくまでもデフォルメです。デフォルメですけどね。入ってきたお金を3つの棚に入れていくんです。で、それぞれの棚が何のためにあるかを知ってください。まず一番上の棚。これが資本金という棚です。何のためにあるか。債権者のために会社内部に留保すべき一定の金額、努力目標。特にこの下。債権者の担保。債権者が当てにしている部分。 債権者が転出ンシスブが資本金次準備金という棚これは資本準備金と利益準備金に分かれます横資本に欠損が生じた場合に穴埋めするために留保すべきもの穴埋めするためこれも債権者の担保ちょっと穴埋め説明させてくださいちょっとごめんなさいいける一緒に っね、このページ、一番下にちょっとこういう絵がない。このレジュメですね。こういう絵がない。すみません、ありがとうございます。ちょっとね、イメージなんだけど、イメージなんだけどね、資本金っていうのは、努力目標って言ったんです。ちょっといいよ。これね、資本金っていうのは、会社が保有すべき努力目標数値を言います。 イメージで例えば資本金1億といったら、1億のビーカーがドンと落ちてきてね、ドンって落ちてきて、ここに1億以上を入れろ、1億以上を入れろっていう義務が発生するんです。1億以上を入れろね。1億ッチャリじゃないからね、1億以上だからね。そこまでかな。で、1億入ってきます。現金1億入ってきて、別にそれで何かを買ってもいいんですよ。 例えば1億で1億で1億現金入りました。で、2000万で機材を買いました。2000万機材買った場合は、その機材、買った2000万分も入ってくるから。伝わるかなだから現金8000万、機材2000万ね。現金8000万、機材2000万だから、トータル1億ね。そこまでいいかなじゃあちょっと角度変えていいよあの、ね。ある会社が事業、新規事業で、ね、2000万銅を買ったんです。2000万銅を買って新商品作ったんです。何かっていうと、根元の銅像です。 根元の銅像を2000万円で作りました。売りました。売れませんでした。結局廃棄しました。それがこの状態。1億と言ってるのに穴が開いちゃってる。1億と言ってるのに穴が開いちゃってる。これが俗に言う資本の欠損って状態なんです。資本が1億と言ってるのに中身が足りない。 これが資本の欠損という状態で,すでその時に使うのが準備金なんです。その時に準備金を投入する準備金を投入して穴埋めをする。 準備金をを投入して穴埋めをする準備金の本来の使い道は穴が起きた時の穴埋め穴が起きた時の穴埋めなんですだから繰り返すよ資本金は債権者が当てにしている準備金も債権者が当てにしている準備金も債権者が当てにしているちょっと先の話を言っちゃうよ 資本金は債権者が当てにしてるから資本下げるときは債権者保護がいる準備金は債権者が当てにしてるんだから準備金を下げるときも債権者の保護がいるとありがとうございますでこれが棚2個目の棚ね準備金という棚で一番下の棚 常用金。最後余ったものは一番下に行きます。最後余ったものは一番下に行きます。一番下に行って、これは株主に配当される。ここは株主のものです。だからここを減らすときは、債権者保護なんて必要になるはずがないんです。株主のものなんだから。 こういったこの3つの単位についてこれから勉強していきますじゃあレジュメの方10ページの方に戻りましょうか3番資本金の額と括弧一1資本金の増加図表11資本金の額の決定 原則設立または株式の発行に際し株主なるものが当該会社に対し払い込みまたは給付した財産の額危なければせん引っ張って1行目株式の発行あと払い込みまたは給付した財産の額払い込みまたは給付でい,いや払い込みまたは給付株式の発行払い込みまたは給付資本金というメモリが上がるのは2つの要件を揃えた時です資本のメモリが上がるケースはこの2つの要件を揃えた時です 株式を発行して財産が入る。株式を発行して財産が入ると、資本のメモリが上がる。うーん、言いいかよう。資本のメモリが上がっちゃうんです。資本のメモリが上がっちゃうんです。もう言いましょうか。え株式を発行して1000万入ってきました。すると、資本のメモリが1000万上がっちゃうんです。保有義務が1000万上がっちゃうんです。経営者側ってね。 自由に使いたいいた金が欲しいはずなんですよ入ってきても自由に使いたい金が欲しいはずなんですよ実はこのメモリ1,000万上げなくても構いませんそれが例外払い込めた給付にかかる額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができる最悪半分まで半分は上げなきゃいけませんが半分まででも構わない半分まででも構わない 半分は上げなきゃいけないということね、半分は上げなきゃいけない。はいでは、その上でもう一回原則のところを確認しますと、資本が上がる場合というのは、株式を発行して、なおかつ払い込みまたは給付があると、財産が入ってくるということですね。次の表を見てください。 1> 1から8がありますこの1から8をすると資本が上がるかどうかをバ×をつけましたでこちらね1から6については株式の発行はされてること株式発行はされてることを前提に聞いてください1株式無償割当て×払い込みがないよね2株式分割×払い込みがないよね 3. 募集株式発行。基本丸。その下、取締役の報酬として株式発行し、募集株式を期間にする金銭の払い込み、または財産の給付を要しない旨の定めがある場合。いわゆる報酬の場合なんです。報酬。で、これが丸なんです。金銭の払い込み、財産の給付を要しない。金銭の払い込み、財産の給付を要しない。でも上がるんです。こう思って。 こっちが役員と思って。こっち会社と思って。こっち役員。こっち会社と思って。いくよ。役員はね、役員は業績を上げたんです。役員は業績を上げるっていう形で会社に貢献してる。業績を上げて株を上げたと。業績を上げた分だけ資本が上がると。業績を上げたっていう形で払い込みしてるんです。業績を上げたと。 あの実際の会社のメリットも言いますね。実際の会社のメリットと言うと、あの、キャッシュで600万払うのと、株で600万分渡すって言ったら、会社にとってのデメダメージ、全然違うんですよ。キャッシュが600万出るのと、自分の株式600万分出すのと絶対こっちが楽なんですよね。実際そういうメリットもあります。一応これ、払い込みがあるってことはしといて、払い込みがあるんだって扱いに、ね。業績を上げたってことね。 じゃあ次は、えっ、ー、と、丸五番。あ、丸四番ごめん。丸四番。新株役権の行使によって株式の発行があった場合。もうこれも、えー、財産の給付がありますんで、丸。丸五取得条項付き新株役権の支度と控えに、株式の交付があった場合。えっ、ー、と、一応確認ね。会社に何が入ってきたのそこ注意してね。会社に入ってきたのは、予約権なんです。で、予約権は、 金銭価値があるって思って、予約権は金銭的な価値があるって覚えて自社の予約権も金銭的な価値はある。金銭的な価値が入ってきて株を出したことになるので、これ資本が上がるんです。ちなみにね、 自社の株式はゼロ円です。自社の株式はゼロ円です。これが取得情報付き株式だったら、資本が上がりません。株式だと、これはゼロ円です。実はゼロ円どころか本当はね、マイナスなんですよ。あのね、ちょっとレジュメまた5ページ見てもらっていい ?5 ページの貸借対照表。 またここは別の科目の方でも説明しますが、よしょ、ここ見つかります。今この黄緑の塗ったこと。三角ってプラスですか逆なんだよね。あのね、三角ってこマイナス意味なんです。あの自己株って価値がないから、払った分だけマイナスなんです。自己株って価値がないから、払った分だけマイナスなんですよ。 なんでこれまた本体でもちゃんと言いますが自社の株式はゼロ円予約権は5万円、自社の株式はゼロ円予約権は5万円と一応そんなふうに覚えておいて自社の株式はゼロ円予約権は5万円とでこう言うとなんでですかっていう、ね、言い方がいいんですけどね。まあ、会計上の勝利だから諦めてとでそれでも納得できないといった方がいたのでその方に、ね、そっと簿記のテキストを見せました。これを読んだらわかるぞと。 僕はそこまでででいいいですなんで諦めてください株式は0円自社の株式は0円予約券は5万円とじゃあ戻りね次は、えー、10ページ6番 <laughs> 九州合併存蔵会社九州文化承継会社株式をが完全親賢になる企業再編を行った場合資本金これ上がりますよね企業再編すれば上がりますよね財産等が入りますから 7番と8番両方同じです読んでみてくださいいわゆる準備金の組み入れ剰余金の組み入れというやつですこれ書いといてください例外です例外ですこれ何やってるかというと会社のさっきのね単数真ん中の単数からもう持って上に持って,上に持って真ん中の単数からお金取って上に持ってってたわけね 一番下の端からお金取って上に出るだけ。会社に何も財産入ってないんですよ。会社に財産が入ってないんです。財産が入ってないのに資本が上がるという例外なんです。財産が入ってないのに資本が上がるという例外なんです。1時間ぐらいでしょうかね。 ちょっと軽い目の休憩にしましょうか、首をも,えもむ、頭を回す、ちょっと軽めに自分の中でも休憩をしてみてください。大体1時間ごとにちょっと軽い休憩を入れて、1時間25分、30分で大休憩ということを考えております。1時間半ずっと休憩するのは無理がありますので、軽くやってください。もう久々に多分講義を聞くって形だと思いますが、ばぐる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 回ると思います。なかなか大変だと思いますが、あと30分程度、お付き合いください。 えー、全く,くだらない話なんですが、普段の私の講義を聞いている方は、動きが少ないと思われるかもしれません。えー、実はきょう、池袋本校でちょっと初めて講義をするんですが、ちょっとこの,この線がちょっと短いんですね、あの首輪が短いんですよ、あの普段だったらもうちょっとね、右、左、動いたかったんですけど、首輪が短いため、ちょっと動きが少ないです。あの本番までには首輪を長くしてほしいということを伝えておりますので、もうちょっと可動領域があの広がると思います。えー、すみませんが、今日だけは可動領域が狭いことだけご了承ください。 これで十分だ,とも悪いんだけど次10ページ続けて「括弧こ」に「資本金の減少」これ強く意識して覚えて目盛り下がるケースってまず遠目で見て1個しかないの目盛りが下がるケースは1個しかないの資本金の減少手続き取んないと絶対下がらないんです例えばねあのざっくり言から「丸2見たって「丸2番」 あの株式発行すれば積みすると資本金があるでしょでもしこの株式発行で無効っていう訴えがされて判決で「無効だ」って言ったら積みと資本が下がるように見えるじゃないですか下がるのは積みだけなんです下がるのは積みだけなんです資本は資本減少を取んない限り下がらない資本は資本減少を取んない限り 下がらななないいい資資本は資本はは減少を手続きら限りは下がらないと、まあ、こう覚えちゃえばねあの表で1から6で区,あの区分した私のね表の作った意味は全くなくなると結局1だけ抑えれってことだからでもこういうふうに端的にこの言葉だけじゃなかなか入んないんですよ。 でこうやって表にしてもらうとね、丸、バツ、バツ、バツってなってると、あここだけ丸なんだなっていうふうに分かると思うんです。11ページの方お願いします。はいで11ページ、図表13とありますが、えちょっとまあ画面の方を使わせてください。資本現象って、手続きは、手続き、ざっくり言えば、 決議を取った後に債権者保護手続きを取ると決議を取った後に債権者保護を行うとで決議の話が11ページ債権者保護が12ページです。 じゃあ、11ページ。まずは決議から見ていきましょう。横に見ててね。資本減少の決議内容。減少する資本金の額。論点。減少する額は、コール活性日における資本金を超えてはならない。あの、ざっくりね。あの、資本が今5億円です。8億減らそうと思うんです。頭いかれてんのかと。超えちゃいけないよね。ちょっと聞いていい 今資本は5億なのねこの時点で6億削ろうと思ってるんですなぜかってここで2億増やすからなんて書いてある文章ね減少する資本減少する額は効力発生日における効力発生日における資本金を下回っちゃいけないと決議の時点ではない決議の時点ではない 効力発生日の資本金を超えちゃいけない。決議の時点じゃないからね、効力発生日の資本金を超えちゃいけない。<laughs> じゃあ真ん中に。減少する準備金の額、あ、資本金の額の全部、または一部を、準備金とするときは、その旨、並びに準備金とする額。よいしょ。 見てもらっていいですか。ありがとうございます。今資本金が一億で一億から八千万にしました。八千万二千万浮きます。浮いた二千万浮いた二千万を浮いた二千万をこっちからこっちに移動する。浮いたものを移動するってこと。浮いたものを準備金に移動する。 ここういういとでできるんですよ資本金を下げる浮いたものを下に入れるとでこの右の論点ちょっと意識してください先の事項を定めた場合のみ資本金準備金の額は増加する。 定めたときだけ準備金は増える。定めたときだけ準備金が増える。あの表の下に過去問が中え過去問二十九年三十二のあがあります。解いてください。 定めたとき準備金が増える。この事例は、定めてないから増えない。定めてないから増えない。それ以上この足に付き合う必要はない。それ以上この足に付き合う必要はない。先生、これはどういう意味言ってるんですかいいからいいから。私はこの真実は知りたいんです。いや、そのどうでもいいからと。 ダメなのは、それもダメだけど、もっとダメなのは、この足ごとツって覚える。最悪。何の意味もないから。覚える内容を間違えると、会社法っていつまでとっても正直わかりません。はい。じゃあ上の方、丸三番。決議内容の丸三資本金の額の減少がその効力を発生する日。いわゆる効力発生日というやつです。論点。 効力を消費する定めた日に、再検証が終了した時は、効力が発生しない。これ、企業さ編でも使います。ぜひしておいてください。効力発生日を決める。そこまでに終わんないと全部パーです。だから、終わりそうもなければ、効力発生日の変更をするんです。終わりそうもなければ、効力発生日の変更をするんです。 よし。では、今度図表14。資本金の減少する場合の決議期間と決議要件。原則、株主総会特別決議となります。もし危なければ書いておいてください。会社の規模縮小になる。会社の規模縮小になる。株主の OK がいる。会社の規模縮小になる。株主の OK がいる。 資本金はその会社の規模を表します勝手に下げられないようにしている先に3段目やらせてください例外に取締役の決定要件株式発行同時に資本金の減少をする場合であること 資本機能学のコール活性日後の子音期の学がコール活性日後の子音期の学を下回らない特にこう下回らないとねえっと番章の方をさっきの続けてキりダンスの下の図を見てくださいなんでこんなことをするかは後で言いますまずお付き合いください 資本3億。募集株式発行で2億増やし、資本減少で2億減らす。つまり、2億増やして2億減らすから、トータル減ってない。トータル減ってない。規模縮小になってない株主に迷惑はかかってない。規模縮小になってない株主に迷惑はかかってない。 かかってない希望縮小になってない株主目赤かかってないえ今の趣旨が分かっているかどうかだけ確認させてください。あのこれはどうこれ。2増やして1減らす。 結果増えたよね。迷惑かかってないよね。迷惑かかってないよね。これは迷惑ね。4まで減らしたら迷惑ね。だから、下回ってないね。下回らないで押さえて。ぴったりの知らないかね。ぴったりの知らないかね。下回らないで覚えればね。じゃあ、これじゃあ、ぴったりの事例にしようか。 で、よく言われるのは、なんでこんなことやってるんですかと。遊んでるんですかと。いや、遊んでるんじゃないんです。あのね、下の実益って読んでみて。あのね、普通にやっちゃうと、2億入ったらね、1億塩にしなきゃいけないんですよ。全く塩にしたくないの。全く塩にしたくなければ、こういった技を使えばいいんです。で、そういうと言われるの。じゃあみんなそうすればいいじゃんって。うん。でもね、 これ,これね、あ色つけなていていかんね。許つけないといいかん、ね、色けなあのこれやってるから、債権証がいるんですよ。だからどんな企業でもこれやるってわけじゃないんです。債権証が必要になっちゃうので、だからそれでやらないんですよ。ありがとうございます。 でもう一つ、えっとね、この番章の続き、二番、欠損店舗ってやつを見てください。ちょっと画面の方に一回使うね。外枠、資本のメモリ、資本のメモリが3億で、中が1億しかないと、つまり2億欠損があるんです。2億欠欠損損ねこの部分が欠損 欠損で、決算はどうやって穴埋めできるかっていうと、さっき準備金で穴埋めするってあるじゃないですか。でも準備金がなきゃどうするんだと。準備金はない。でも穴を埋めたいと。じゃあどうすりゃいいと。資金調達。うん、それは的なら基本、苦労しないんだ。資金調達もなし。資金調達なし。準備金もなし。穴を埋める方法はどうする方法があるか。それが右だ。 資本を下げないんだよ。資本を下げちゃえば穴はなくなるんです。これが欠損店舗のための資本減少なんです。欠損店舗のための資本減少穴埋め、穴をなくそう、資本を下げちゃえばいいと。 で、これってねあ、見るだけでいいからね、株主にとってマイナスはあるかっていうと、一応確認していいかな。これ、会社規模を縮小してるしない、どっち会社規模。資本自体のメモリって上がってるの下がってるの下が,ってますよ、ね、下がってますよね。だから、マイナスはあります。ですが、マイナスはあるんですが、プラスもあるんです。 あのねざっくり言うとね穴がなくなったわかったもっと言うよこの状態で翌年2億円利益が上がっても剰余金に回せないもう一回この左の状態で2億円ね利益が出ても穴上で使われる剰余金使えないの剰余金行かないんですよ右にしたらどうなるかって言ったら右にしたら余った分は剰余金いけるんです 規模縮小は起きるけど、来年からの配当が見込める。繰り返します。規模縮小は起きるけど、来年からの配当が見込める。規模縮小は起きるけど、来年からの配当が見込める。 よろしいでしょうかね。ってことで、決議要件がちょうど中間なんです。見てやがって、くださいレジュメの方戻ってみてやってください。決議要件例外の1。定時株主総会、普通決議。普通決議。規模縮小はある中ね。規模縮小はあるから株主にし者は聞くべきだよ。でもいいこともあるんだから、これは特別まで要求してないと。 ありがとうございますそして本当によく出るひっかけがその社の米印なんです決議要件が緩和されたとしても債権者保護は省略できないので注意することちょっとね表を使いながらまたやらせてください13ページに表があります 左側を縦に見ます。左側を縦に見まして、資本金の額の減少とあって、下の方に、決議要件、原則例外1、例外2、債権者保護、原則常に必要と書います。常にいる、例外なし、常にいる、例外なし。 ととにかくこここ引っ掛けが多いところです皆さんが知ってる知識に誘導しておいて再検証が言いますかって別の方向の声聞くんですよ。これは引っかかります。はい、よろしいでしょうかね。で、ごめん、一点話忘れた。11ページ戻って、ごめん、11ページ、ごめんなさい、完全に忘れてた。 例外の1、冒頭2文字、ちょっと丸つけてください。例外の1、冒頭2文字です。定時総会ってとこです。これなんですが、これセットで押さえてください。要件が、要件が欠損。要件が欠損。で、この欠損は、 計算書類が決まるまでは判断できません。計算書類が決まるまでは、計算書類が決まるまでは、欠損額ってわかんないんです。で、計算書類っていつ確定するんだっけ定時総会で確定します。計算書類は確定、定時総会で確定しますよね。 なので、定時総会が必須要件なんです。でちょっとこれあの、今回ここしかご説明できないんですが、えっとね、もうちょっとページいける、13ページの方13ページの方 えっと、13ページ、これ、私、画面、今、画面出しますんで、見てて、画面に出ますんで。えっとね、一番下の方、13ページの右下の方、欠損、提示というところ。欠損、提示と。あの、欠損が要件になったら、提示総会だって思って、欠損が要件って分かったら、もう定時総会だっていうふうに思ってください。 ありがとうございます。で、今以上のところが決議の部分になります。で、12ページの方に、今度は債権者保護の話が載っております。まあ、これは任せますえ。こんな感じで結構、メリハリはつけます。これ、自分でできるよねってところはお任せします。なんで、民法では退治はやらないと思ってください。多分それはできると思いますんで。 自分でやりにくいところを説明する、やりやすいところはお任せするというスタンスを取ります。多分今までのところっていうのは自分で勉強するってうのはなかなかやれるけど、なかなかイメージはつかみづらいと思います。でも再検証法って散々皆さん、規制書きますので、どういうことやるかというのはわかりますよね。そのあたりは皆さんの方にお任せします。というところで、まあ、大体これがえ半コマぐらいなんでしょうかね。 で多分本体の講義でもこれぐらいのスピードかなと思うところです。手を抜いたつもりというか、むしろちょっと早めにしたかなというつもりです。で、実際それで皆さんがどう復習するかという話をさせてほしいんですよ。基本的には、復習は表をずっと追っかけてください。表。表だけ追っかけてください。 であの、止めはしませんが表の下の注意書きは今は伏せておく表の下の注意書きは伏せてください多分それをやると終わらなくなりますもちろん余力がある方はね余力がある方はねあの注意書きを見てもらっても結構ですで見るとしても過去問がついてるところ見るとしても過去問がついているところにちょっと絞ってください できれば一回講義が終わったら次の講義までには表を見るという作業は少なくとも2回はやってほしいところです。そして絶対にやってほしい作業があります。それが9ページ。 9ページ図表109ページ図表10貸借対照表等の広告その後に暗記と書いているの見つかるでしょうか暗記これがあったら暗記作業をやってほしいんです暗記作業をやってほしいんです具体的にはどういうことかというとこんな感じです画面の方をご覧ください ちょっと今あのレックンってやつで隠してるんですがあのね紙で隠してほしいんですよ紙で表を隠してほしいんです紙で表を隠してその部分が何て書いたかったかと思い出して何て書いてあったかっていうのをね思い出して中身を確認する隠して宣言する隠して宣言する表があったとしてね なんか紙だよこのレックのレックのロゴじゃないからね、このロ,ロゴを使うんじゃなくて、何でもいいから紙を用意して、その紙にを使ってこう、こうやってあの紙に、ね、隠して宣言する、隠して宣言するってことをやってほしいんです。隠して宣言、隠して宣言の作業です。で、これを必ずやってほしいんです。 自分は理解中心だからそういった暗記という作業はやりたくありません。どうぞご勝手に。あのね、暗記している人間には絶対勝てません。私はね、誰に何を言われようとも暗記を重要性を解きます。あの、言われるんですよ。あの人は暗記を強要すると。あ、それで結構ですと。受かった方には暗記を強要されてよかったと言われるんです。なぜかと言います。まず一つ目、暗記をしとく。 本番で考え出せるから出せるものは覚えなくていい考え出せるものは覚えなくていい、はあ、考えらなブレるんだよありませんか本番の試験であれ知ってるのなんでこんな答え出してるんだろうと考え出してるからです暗記していればブレません,んそれでも私はちゃんと考えて出したいと、はあ、どうぞ時間かかりますけど頑張って 暗記しているとぶれないし早く終わるんですぶれないし早くできるんですそのためこちらの表ではこれは暗記してほしいものこれは理解だけでいいすべての表に入れています暗記というマークがついている表のものもあればついたのがありますよね図表タイトルっていうのは図表に横に図表番号とにタイトルがあるでしょ でそれぞれに暗記とマークがーついてるものがあればないものもあるはずなんです。例えば今見ている、えー、と9ページは両方とも暗記とマークがーついてます。10ページは何もついてません。11は上だけついてるかなこのように暗記とついているものについては隠して宣言、隠して宣言という作業を必ずやってください。さっき言っときます。これ一言一個同じはないからね。 今日やったように、こういうとこを覚えればいいんだと一語一同じ材料でも、どういうことが書いてあるかと、どういうことが書いてあるかってことを、ちゃんと宣言するってこと。逆に、この作業はやりたくないというんであれば、この講座を取る必要はないです。それほど言いときます。暗記に勝る方法はないんです。あ、ただ言っておきます。あの、丸暗記をしろって言ってるわけじゃないんです。 あのもちろん講義中に、ね、説明したものについてはその理由だけで覚えてで講義中に説明してないものもたまにあります。でそういったものについては例えば生クラスの方であればすいません、ここ何で丸なのか教えてください、うお願いします、別にそこまででわないいすあの無理やりお見までやったので教えてくださいと、これはこういう理由なんだよ、あそうなったんですね。また、え通信の方であれば教えてチューター制度というのがあります。 えこちらの方に今後の理由がなんでこうなのかをちょっと説明してほしいということを言っていただければ、まあ、一月か二月のところでちょっとまとめて、全部か、こういったえー、全部と,いうか、えー、と規制に合ったものは回答いたします。丸暗記になるものは一回書いて、丸暗記になりそうなのは聞いてください。ただ、絶対暗記するっていう作業は入れてください。本当にこの暗記するかしないかは大きく点数を変えてきます。 やるべき作業は表をざっと見る2回は絶対見るそして暗記するのは暗記ということをやっていく終わり問題演習はこの講義期間中は一切やらなくていいです一切いいです問題演習をしたい <laughs> その時間を暗記してくれ表があって で何マスもあって問題をした場合ってそのマスの中の1個しかやってないんですよマス全部を覚えれば絶対強いんですどうせ年明けになったら嫌ってほど問題解くんです丸抜きマシンなんて後だったらできるんですなんで今の時期はこの暗記作業にぜひ没頭してください ちょっと最後に少しちょっつ二つ補足をさせてください。レジュメの方は17ページの方を見てください。えっと、これは17ページ。民法抗議教材って書いてます。えっと、民法と民事訴訟だけ多少定裁を変えます。具体的に言うと、民法民事訴訟は条文を全部入れてます。 で条文の下に表をを入れるという形式を取ってます例えば今年の五0科目の民法ってほとんど条文なんですよ。あと実はこの試験民事訴訟が条文通りでやすいんです。一回触れてると触れてないので違うんです。ちなみに言っきます会社法は実は条文通りってそんなないんです。 ですから、あんなお経をね、頑張って読むという必要は私はないと思ってます。で、民法と民事訴訟は、条文を読むことが重要だと思いまして、今回、頑張って編纂しました。どういう編纂かと言いますと、もしよかったら手を使ってください。手を使っていただいて、この条文の下、線引きの下を隠してください。紙でも構いません。上の条文、丸一と丸二どういう文言が入るかを考えてください。 一一言一句同じ必要はありませんよ。またもう一回やってもらっていい ?18 ページ641条18ページ641条やってごらんあれいつまで解除できなきゃなと多分スッと読んでると入ってこないんですよ。 でもこういうい問題形式にするとあそっかそっか仕事を完成する前かとでそのだっいつまで,でもできんだよなとでしかもこれその部分がダイレクトに問題出るんです過去問解いてるより絶対頭に入りますよでくどいけどあの一言一個同じじゃないかね俺もできないからそれでもこの穴開きでやるってだけでも十二分にアウトプットはできます でこれで民法や民事訴訟の条文をやっつけていきましょう、はい、あのちなみに多分昔パキクトローラーコーダーを取られた方に見せるとうちらのときこんなんなかったぞと、はい、今年地獄を見て私は作りました、えー、そういうふうに宣言すると民事訴訟も作らなきゃいけないという自分にプレッシャーかかるんですで最後に改正対策です右のページをご覧ください 19ページの方になりますえ。こちらの方ですが、改正があった部分については、条文のところにゴシック体を入れてます。条文のところにゴシック体を入れてます。ゴシック体、わかるかな太字の部分ね。太字の部分が改正があった言葉です。で、その際に改正の趣旨、ポイントというところで、どういうふうに変わったのかと。何が変わったのかっていうのがわかるようにしています。 こういう形で改正についてもちゃんとフォローしますのでご安心ください。はい。で、これが私が担当するパーフェクトローラー講座というものになります。ぜひこちらの講座の趣旨等に賛同していただければ、ぜひご参加ください。本日のガイダンスの方は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。